吉さんこんばんは。なんか知らない人の名前に出てきましたね、ついに。探したんですね。いや私はね、マーク・トゥエインの言葉でいこうだと思うんですけどね。マーク・トゥエインはね、今から数年後、あなたはやったことよりも、やらなかったことに失望するっていうふうに言うんですよ。これ、行動前後悔と行動後後悔にもちょっと似てるんですけども、実際はね、多くの人が、これをやらなくちゃいけない、これをやらないとお、まあ、叱られるとか、義務が果たせないとか。 お金が入らないとか言っってて一生懸命やってでもその一生懸命やったことってなんかその試験の一夜漬けみたいにねなんか1年ぐらい経ったらな何やったんだろうとかね誰と仕事したんだって忘れるんですよで吉田さんとか私そういうのないですよねありがたいことにねなんかその仕事で関わった人のことを思い出すこともないってことがあんまりなくって常に一緒にいるっていうかねでしかもそのあら利益も大きいわけじゃないですかでなんか作業じゃないんですよねなんかね いつも思いを伝えてるんでなんか一緒にこう波動バイブレーション感じてるっていうかはいって渡して終わりじゃなくて渡してからが始まりますからね多分あれですよね私たちの仕事の大きく世の中と違うのはそこなんですよね商品渡してああ終わった終わりじゃなくて商品渡してからが仕事になるんよねでしかもその仕事ってのは人生の変化とともになんか寄り添ってくれるっていうかね 吉田さんも感じてらっしゃると思いますけども、商品をお渡しして、受け取った人がそこから変化していくわけじゃないですか。で、1ヶ月後には1ヶ月後の成果があり、3ヶ月後には3ヶ月後の結果が出て、1年後には別の人生を生きていて、しかも自分とはずっと繋がっていて、まあ、恩人とまで言われるというね。なかなかないですよ。お金を払った人が、お金をまあ受け取った人に恩人だって言ってるケースっていうのはね。 でこれはだから、まあ、その仕事だけは素晴らしいというわけじゃないんですけども他の仕事を選ばなくてよかったなと思うところですよねこれは、うんまあ、もちろん自由も手に入るし思考なんか頭が良くなるんですよね思考がすごく、うんまあ、人の悩みにも万、ね、という単位で関わってくると逆にですねなんかこうテンプレートですよねやっぱりねどんな回答も。 なんかだんだん人間味がなくなっていくっていうか、人間 AI みたいになっていって、またこれか、みたいな感じなんですんで、ね、いつも。逆に、その、あ、俺じゃわかんないな、みたいなのってものすごく新鮮で、感動すら覚えるんですけども、あ、これ俺じゃ全然わかんないな、ダメだこれは、みたいな。お手上げするやつね。でもそれお手上げすると、真面目に考えてないって思われることもあって、本当に、なんだろうね。あの、大抵のことには即答しちゃうんで、今度ギャップなんですよね、きっとね。 まさにこれ人間味がないというか <laughs>、うん。まあけどね、あの、やらなかったことに失望するっていうのは、なんか忙しくてやらないとやらないとって思ったことは別にそんな大事なことじゃなくて、本当は置き去りにしていた時間とか通り過ぎてしまったこととかっていうのがものすごく大事なんだろうなと思うんですよ。その、ヨザつばさんの話が出たでしょう。ヨザつばさんも二つぐらいね、ものすごくいいことを最近私に伝えてくれて、一つは、あの、ヨザツさんは、 あのファンの方とね一緒にライブ放送したりとか楽しんだりとか、まあ、してるわけなんですよそしたらあの、まあ、ちょっと子供がが面倒くさいなとかねいう態度が出ちゃったらしいんですよそれを浅見さんがね奥さんがねこうたしなめたっていうシーンがあるんですけどそれは何かっていうとね通んってあの子供はね1年経ったらもう戻らないんよってあなたが過ごせなかった今日一日っていうのはもうずっと戻らないんよってそんな感じで言ってて その子供がお母さんやお父さんと過ごしたいっていう日を日に日に奪っているってことなんですよねきっとね。で、それはね本当によく分かってまあ私もね、まともな生き方してたら、まあ、まともにね生き、生きさせてもらっていたら多分朝7時に出勤して夜9時に帰る暮らしですよ。まあ、子供なんて知らないうちに育ってしまうかまあ育児に疲れた、ね、奥さんとかがもしねそ時、その時にいたとしたらね多分もう家帰ったら 子供置いてどっか消えてるみたいなこともあるかもしれないし本当にに何かああこの暮らしでよかったなっていうのとこの年でなんかね家族を持っててよかったなっていうのは多分あれは20代とか30代だったらもう,もう無責任だったんで私の方がとんずらしてたと思うんですよね人の迷惑とかあんまり考えない人間だったんでねそれが一つとなんかもう一つはねその離婚の危機があったとか言ってたんですよねやっぱ当然あるのかなと思ったんですけども そのパ,パワーバランスが全然違いすぎて要するに与沢翼さんって奥さんに対しては全強なわけですよもうどこにどこ,どこもなんか落ち度がないっていうかね何ならお前別れたのかみたいなことも言ってたりとかして、うん、でもそれ与沢翼さんはねすごく反省してて何を反省したかっていうとこれを言ったら絶対浅見は叶わねえじゃんってそれを出すのはやっぱりダメだなってその交渉っていうのは言ってみればごぼごぼの条件じゃなくて 相手の一番痛いところをついてねで、自分の言うことを聞かせようっていう、なんか今のロシアみたいな、核ミサイル撃つぞみたいなことを言ってるわけだから、これじゃだめだなって、そういうふうなことを最近ね、言われててね、で、そこで、あのー、どこまで行っても人間は修行なんだよって、全然浮かれることはなくって、どんなに稼ごうが、どんな暮らしをが関係なくって、もう丸裸の人間はそこにいるだけなんで、で相手も、あさみちゃんもね、仕事も持たないし、で友達もいないって思う。 いわゆるフルチン状態なんですよねもう何にもない状態でちょっと押したら倒れるような状況からそれでも臆せずにあの家族の大事さとかね愛の尊さっていうのを解いている本当になんか教えられるなとか言われててそういうエピソードに私も教えられるかなってところなんですよね確かにねなんかどんな人もそうですけども家族に限らずなんか忙しく過ごしてたらそれでもう終わるんですよね だからね、本当究極迷うときはあ、まあ、これは絶対そうなっちゃいけないんですけども平和公園でホームレスしても絶対にその優先しちゃいけないものがあるなってことなんですよね、うんまあ、だからそれがマーク・トゥインの言葉がねものすごくピタッとはまるのは今から数年後あなたはやったことよりもやらなかったことに後悔するっていうね失望するってことなんですよやったことっていうのは自分なりの恍惚感とか達成感があるんですけどもそれだけなんですよね でやったことに対して後ろではやってもらえなかった人がその存在するんだろうなとかねそのマーク・トゥインはその時言われていてねなんか時代を超えてもねなんか名作を作る人は同じだなと <laughs> マーク・トゥインにしてもヨザ・ツワさんにしてもまあでもそれが正解かどうかわかんないですよそういう人がいるっていうだけであなるほどなと私も思ってその人の通りに生きていこうと思うわけじゃないんですけども うん本当にねその人はパチッとつぶやいただけかもしれないんだけどもあの受け取り方ですよねあの無数にこう活字に触れていると今はまあ映像ですけどもそれでもねやっぱりこんな中でもね読書は続けてるんですよねでまあブログも吉永さん書いてるみたいだけども、まあ、私もブログねあの結局は書いてるんですよねずっと切れ目なく長くはないんですよ、うん、でもそのずっとと続けてると その他の時間を失わずに続けていられることっていうのが結構見つかってきて自分なりにすげえなと思うんですよねこれはどっかで一日やめていたら今日にたどり着いてないなとかねやめる癖がつくとかねよくね若い頃負け癖がつくって言うんですけども負けっぱなしでいるとねそれでもしょうがないと思うその負けてもしょうがないんだと思っちゃうんですよだから叶わないにしてもなんか一種報いるというかねここまでやったんだってものを残していくとなんかその 意地が出てくるっていうか根性が出てくるっていうかねできないまでも手を出してみようとかね例えばこうまあ、今本の話したんですけど本がバーっと目の前に100冊ぐらいあるとしてわこんなん読めねえよってうかね1時間後に全部返してって言われたら絶対読めないじゃないですかでも最初の一文字だけ読むことはできるわけですよ最初の一文字とか最初の一行だけ読んで読めなかったけど全然読めなかったんだけどもでも触れたぞっていうねその意思報えるというのはそういうことなのかな もうページすららめくくずに終わるんじゃなくてなてんかその中からねたったワンフレーズでもう抜き取っていこうとするとさっきのマークトウェイにしても与沢篤さんにしても本人は何気なく言ったんだけども俺抜き取ったなみたいなことがあるわけですよねだからこれがだからなんかやり続けたことの成果なんじゃないかなと思うわけなんですよやり続けたことの成果、まあ、吉田さんも同じように感じるですよこれこの前の何熱海のカレーでもね多分考えることは一緒だなと思いましたけどねカレーの中にいっぱい具材が詰まっていて。 でそれがなんか印象に残ってねなんか食べる前もあうまそうだなと思ったけど満腹になった後も,もああかったなって思うわけじゃないですか作った方は何気なく合宿の食事の一つで作ったんでしょうけどねでもそれが今度は熱海はちょっと取れなかったけど湯河原に続いてるっていうね、まあ、ドラマですよねあれ,あれもやって良かったですねあの時だから良かったあれはあの時はあれ以外の選択はなかったと思いますあの奥満町で合宿にしてもイリュージョンにしてもね 今はイルージョンも億万長者らしくも吉谷さん言われるようにポンとできないですよ。そのモチベーションもそこまでないんでね。うん、今はね、そのまあ、ビジネスもちゃんとしないといけないんだけども、ビジネスのモチベーションよりも全然、その一緒に過ごさないといけない人の方が先なんでね。だからちょっとね、吉谷さんに行こうぜってさされても、ああ、どうもな、みたいな <laughs> なったと思いますちょうどいいんじゃないですか。吉田さんも億万長者らしくなんも長くなかあまり ね、今乗り気じゃないし私もそうだしだからといって完全にも今後もゼロってわけじゃないしねなんかその距離感っていうのもなんか似てるなと思いながらの放送でございました今日はマーク・トゥインでお届けしました。